緊張しますか？僕より緊張している人が何人かいると思うんですけど、ゆっくり聞いてってください。まして、こんばんは、宇賀浩平です。今日は僕のスクラッチで多分最初で最後になる若者企画にお越しいただきありがとうございます。スクラッチは何年前ぐらいからありますか？28年前ぐらいからあるそうで、3月いっぱいでお亡くなりになるそうで寂しいですけど。